どういう特色なの、何を教えてくれるの、いくらなのみたいなところが分かりたいですよね。内容をね、知りたいところだけを知ることができるっていう意味で、ものすごく使いやすいようなツール、こういうことが書いてあります、何か質問はありますかっていうふうに返してくれるんです。施工管理の AI 活用法。皆さんこんにちは、ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、ゲマラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、施工管理の AI 活用法についてお話をさせていただきたいというふうに思います。まあね、建設業と AI はなかなか相性が良くないとか、デジタル化は無理だとかっていうふうな声も聞こえてきておりますが、でも、使える場面ってあるよねということで、まあ、いわゆるですね、LLM と言われる、チャット GPT に代表される、そういうツールがあるわけですが、この AI ツール、施工管理じゃどうやって使うんですかっていうところのお話になっていきます。今日はですね、その中の一つだけ、施工管理としてこういう機能だったら使えませんかねというご提案をさせていただきたいというふうに思いますので、ぜひですね、活用していただきたいなというふうに思っております。で、方法としましては二つあるんですが、一つはちょっと有料版じゃなきゃできないんじゃないかなと思ったりもするので、まずは無料で使える範囲内のお話をねさせていただきたいというふうに思います。まずは前提、AI ツールって何ですかっていうことで、 AI ツールってね、ちょっと範囲があまりに広いので、今、流行ってきているのは生成 AI というものなんです。例えば、何かこう命令をします、こういうような、例えばね、雨が降っている時に傘を差しているカエルの絵を描いてくださいみたいなことをやると、そのようなこう絵を出してくれるみたいなね、そういう、イラストだとかを出してくれる AI ツールのことを生成 AI って言うんですよ。で、その生成 AI っていうのは動画を出してくれたり、まあ、絵を出してくれたりね、あとは音楽を出してくれたり、まあ、中でもテキストを出してくれたりすることもあります。例えば最近の政治のなんかこう内容を教えてくれみたいなことを言うと、そのね検索をしてくれて、それを要約して出してくれるみたいな、今こういうふうなことが起きてますよみたいなことを言ってくれたりだとか、そういうふうなことに活用していくというのが、まあ生成 AI というものなんですが、その中でも LLM と言われる大規模言語モデルと言われるね、そういうツールがあるんですが、それがいわゆる一番皆さん馴染みのあるチャット GPT、 聞いたことありますかね、だとか、あとはそうだな、Google でいう Google Bard とか、Microsoft でいくと、コパイロットとかかな、まあそういうようなものが、たくさんあるわけですが、まずはね、チャット GPT っていうのが一番有名ですので、チャット GPT を使ってどういうふうに施工管理が活用できるのか、その辺について一つだけテクニックを教えたいなというふうに思います。かなり使えるというふうに僕は思ってるんですけども、例えばですけども、業者さんからなんか資料をもらったりすることってないですかね。この新しい材料なんですって言って、その資料をね取り寄せたら、なんか何ページにもわたっていろんなこう試験結果が出てみたりだとか、その内容が説明されたりだとかってなるんだけど、結局僕らが知りたいところってどういうものなのっていうのと、他とどういうふうな違いがあるのっていうところ、あとは実績はあるのかみたいなところね、そういうところが知りたいわけですね。だけどそこに書いてあるものはものすごくこうきらびやかな書き方をしていたりだとか、さもね素晴らしいものですっていうふうに書いてあるんだけど、その中から探すのって結構時間食いますよね。でもしくは、まあ、いろんなねこう試験データみたいなものが上がってきても、それまとめるのってすごい大変じゃないですか。でまとめるのはね、提出する書類としてはやっぱちゃんとね、まとめなければいけないんですが、まずはサクッと知りたいっていう時ってあるじゃないですか。まあ、どんなものでもいいです。僕がやっている新人スキルアップ研修、資料ダウンロード可能なんです。ダウンロードしました。8ページにもわたるんですよ。でいっぱいいろんなこと書いてあるんですが、結局何が違うのとか、どういう特色なの、何を教えてくれるの、いくらなのみたいなところが分かりたいですよね。そういう時にはまずはその PDF データというものをチャット GPT にペタッと貼り付けるわけです。で貼り付けたら、そのチャット GPT が内容をぐーっと読み込んでいただきますね。で内容に対して、こういうことが書いてあります、何か質問はありますかっていうふうに返してくれるんです。もしも英語で返された時には、日本語にしてくださいって言ってくれれば、ちゃんと日本語で返してくれるので、それは問題ないんですけども、まずはチャット GPT にその PDF データをペタッと貼り付けるところから始まります。そうすると、AI がかっちりですね、読み込んでくれるわけです、内容を。で、僕らはですね、質問するだけです。
こういうのってどうな、例えばその、僕の新人スキルアップ研修というものをやってるんですけど、どんな特色があるんですか、この研修はっていうふうに単純に質問するんです。そうすると、オンラインの、研修です。で、動画と活用したハイブリッドの形でやっている、そういう研修なんですよ。実務を学ぶということを理念にしていて、マナー、ビジネスマナーみたいなところを教えるんじゃなく、すぐに使える、そういうものを教えてくれてるんです。そんなね、ということをちゃんと教えてくれるんです。じゃあ、いつからいつまでやってるんですかっていうふうに聞くと、ちゃんとですね、4月スタート、6月スタートの2期がありまして、トータルで6ヶ月間毎週行われております。みたいなことがかっちりと歌ってくれるわけです。もう素晴らしいなと。いや、いくらなんですかってやると、1人いくらなんですよだとか、どういうふうな割引がありますよみたいなことまで書いてあって、お客様の声ってどんな感じですかっていうと、そのお客様の声だけを拾ってくれるというような、そんな感じ。なので、かっちりと全部を読み込まなかったとしても、内容をね、知りたいところだけを知ることができるっていう意味で、ものすごく使いやすいようなツールだというふうな理解できるでしょうか。すごいですよね。これ僕すごいなっていうふうに思うんですけど、すごく簡単です。で、もっと言うならば、例えば日常生活においても、なんかこう、洗濯機が壊れましたってなった時に、洗濯機の説明書を出してきてこうやってやるんじゃなくて、ネット上にいくらの PDF の説明書って落ちてるじゃないですか。で、それをダウンロードしてきて、この分厚いやつをね、まずはチャット GPT にボンと読み込んでもらうんです。で、読み込んでもらったら、電源が入らなくなりました。原因は何ですかっていうふうに聞くんです。そうすると、その中で該当しそうなところをバーッとピックアップしてくれて、ちゃんと読みたいなって思ったら、それはちなみに何ページに書いてありますかって聞けば、何ページに書いてありますっていうのも言ってくれるわけですよ。そういうふうな感じで考えていくと、日常生活でも、まあ、施工管理においても、そういう使い方をすれば、すごく有用なんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、もう一点。チャット GPT っていうもので、は、そこに特化したものではないので、もう一つですね、ツールをご紹介させていただきます。それは何かっていうと、チャット GPT ではなくて、チャット PDF っていう、まあ、別のサービスがあるんです。まあ、チャット GPT なんですよ。チャット PDF というふうに調べていただければいいんですけど、それを、やるとですね、そこはもう完全に PDF をまずは読み込んでくださいからスタートして、その内容を要約してくれたりだとか、ですね、こういう質問、まあ、こういう質問来そうだなっていうことを、向こうで仮に簡単にピックアップしてくれて、それをね、カチッと押すと、その質問に答えてくれるみたいなこともあったりします。なので、そういうような、まあ、明確にね、PDF を読み込ませたいっていうことなんであれば、そちらの方を活用するっていうのも一つの手なんじゃないかなというふうに思います。で、ここでですね、PDF っていうものには、ちゃんとテキストが変換されたもの、文章がね、そのまま PDF になったものっていうのもあるんですけども、そうではなくて、文章は書いてあるんですよ。書いてあるんだけど、それ自体が画像になってしまってるっていうパターンがあるんですよ。要は、写真の中に、本を写真で撮ったみたいな感じです。そうすると、文章としては読み込むことができなくなってしまうっていうパターンもあるんですよ。そういう時にはどうしたらいいのかっていうと、ここちょっとね、難しい言葉になりますが、OCR 処理をしましょうっていう。大抵そうだな、Adobe とか、PDF Elements だとか、まあ、PDF を読むツールってたくさんあると思うんですけど、その中にね、まあそうだな、大抵の場合は、OCR 処理を行うっていうボタンがあるんです。そのボタンをクリックすると、その中の文字っぽいやつを文字に変換してくれるという機能があるんで、一旦その PDF 側でね、OCR 処理をして文字っていう状態にした段階で、一旦名前をつけて保存するっていうのを、まあデスクトップでもいいですとかに出しておいて、それを読み込んでもらうっていう風なやり方をすると、チャット GPT でもチャット PDF でもしっかりと読み込んで、その質問に答えてくれるというような状態にもなります。なので、まあそういう風なね、使い方をしていただければいいんじゃないかなっていう風に思うんです。改めてお話しましょう。施工管理として膨大な資料をたくさんもらうことってありますよねと。で、それをね、いちいち全部読んでいくのって大変じゃないですか。まあ、読まなきゃダメなんです。読まなきゃダメなんだけど、サクッと知りたい時ってどういうふうにしたらいいのかっていうと、その膨大な資料というのを、まずはチャット GPT に読み込んでもらう。読んでもらう。で、学習してもらった上で、じゃあ改めまして、こういうのってどうなってるんですかっていうふうに聞きたいことを聞くっていうふうに、今はですね、もう、
説明書だとか資料っていうものを、簡単に要約してくれるというようなそういうツールがどんどん出てきておりますので、まあ、ある意味ね、効率化時短にねしっかりと使っていただければなというふうに思っております。まあ、たまにはですねこういう AI の使い方だとかも含めて、皆さんにね、有用な情報を出していきたいというふうに思いますので、まあ、基本的には音声配信ベースで配信お話ししておりますので、なんかこう綺麗な画像が出たりはあまりしないようなそういう配信になっておりますが、まあ耳でね、しっかりと学べるような形でお話をさせていただきますので、ぜひ今後も、ご視聴いただければなというふうに思っております。もしも気になる方がいらっしゃれば、しっかりとチャンネル登録をしてまた次回の放送をお待ちいただければいいなというふうに思いますし、いいねだったりねコメントだとかもぜひ書いていただけますと僕の励みにもなりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。